パニツムマブは、人上皮増殖因子受容体を標的とする、完全人型イグにモノクローナル抗体である。商品名は、ベクティビックステンテ上中。作用基準は、セツキシマブとおおむね同じである。ただし、セツキシマブがイグ1抗体であるのに対して、パニツムマブはイグ2抗体であるため抗体依存性細胞、障害活性は期待できないとされる。 2009年12月現在、34カ国で承認されているが、2010年4月日本における適用は、イ、e、ーグフア陽性で、クラス遺伝子野生型の治癒切除不能な進行、再発の結腸、直腸癌である。添付文書に記載されている重大な副作用は、重度の皮膚障害、相違炎、皮膚乾燥、皮膚剥脱、皮膚亀裂、創養症、後半、 中毒性表皮へ死ゆ過症、皮膚粘膜癌症候群、間質性肺疾患、重度のインフュージョンリアクション、重度の下痢、低マグネシウム血症である。治癒切除不能な進行、再発の結腸、直腸癌に対しては、抗体製剤として、すでにベバシズマブ、やセツキシマブが発売されている。セツキシマブとパニツムマブとは同様の作用基準を持つ抗ーヒーといいグーフは、 抗体であるが、パニツムマブは人型完全モノクローナル抗体である点が大きな特徴であるであり、このためセツキシマブに比べてアレルギー劇場による副作用が軽減されている。ありがとうございます。